フィンランド、オール氏出身の元女性フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック女子シングルフィンランド代表。2005年ヨーロッパフィギュアスケート選手権に位。コーチは姉のヘイエディポイキオ。フィンランド人として初めて ISU 主催の選手権大会でメダルを獲得したスケーター。滑らかなスケーティングとエッジワークに定評がある。 姉がスケートをしていたのがきっかけで3歳でフィギュアスケートを始める。ジュニア時代からフィンランドを代表する選手として活躍。2001年、世界ジュニアフィギュアスケート選手権においてフィンランド選手初のメダルを獲得。2005年、欧州選手権においてフィンランド女子選手初のメダルを獲得。2006年トリノオリンピックに出場し13位。 2007から2008シーズン、フィンランディア杯で2位となった。グランプリシリーズ初戦の中国杯では、フリースケーティングで大きく崩れ8位。次戦は NHK 杯への出場を予定していたが欠場した。2008から2009シーズン、ヨーロッパ選手権で4年ぶりの表彰台となる、銅メダルを獲得し、2年ぶりに世界選手権にも派遣された。2009から2010シーズン、 不調に苦しめられ、ヨーロッパ選手権を SP の後に棄権した。そのため、2大会連続のオリンピック出場には至らなかった。2010年3月に、現役引退を発表した。AB 上坂美穂編、オール、アバウトフィギュアスケートピア、2005年11月、P39、スタンダードナンバー比較ロミオとジュリエット編、フィギュアスケートデイズボリューム4第 X 出版。 2007年10月、ピアニッシモ68から71。ありがとうございます。